スベン・サランガー1939スベン・セロニエルはスウェーデンセロニエル出身の元スキージャンプノルディック複合選手1928年のサンモリッツオリンピックに初出場ジャンプで31位複合では6位となる1930年代になると大活躍を見せる1931年のノルディックスキー世界選手権で銅メダルを獲得 1932年レイクプラシットオリンピックでジャンプ4位、複合5位。1933年の世界選手権ではジャンプ銅メダル、複合では金メダルを獲得した。エリクソンという姓はスウェーデンではよくある姓であるので、区別のためこの頃からスベンは出身地名のセロンイエルを名乗るようになる。百三十六年、カルミッシュパルテンキルヒエンオリンピックでスウェーデンに ジャンプで初のメダルをもたらした。1939年にスベンは、ノルウェー人以外で初めてホルメン高連大会で優勝。ホルメン高連メダルと WEN スウェンスコドッグブロドットゴールドメダルも受賞した。第二次世界大戦中の1941年の世界選手権で銅メダルを獲得したが、FIS は1946年に同大会は、 多くの国が政治状況に基づいて、それに参加することができなかったので非公認とする決定を下した。ありがとうございます。